皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、爽やかな風味と酸味が心地よく暑い日に作っていただきたい、茄子と鶏肉の塩レモン炒め。ほんとこれがね、さっぱり爽やかすぎて箸の止まらない絶品で、何よりね、今回覚えてほしいのがこの塩レモンダレ。意外と万能でいろんな食材に対応できますので、とりあえずね、今回のこの茄子と鶏肉でぜひ一回作ってみてください。ご飯もお酒も止まりません。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら鶏もも肉1枚約 200g です。今回はナスを1本使います。大きさこれぐらい、まあお好きなお好みの野菜で OK です。そして今回ぜひ覚えてほしいのがこの激うまのレモン塩だれ。こちらはレモン果汁大さじ1、お酒大さじ1、ごま油大さじ1に、お塩小さじ4分の1、黒胡椒適量、そして鶏ガラスープの素小さじ2分の1をしっかり混ぜてなじませた状態です。材料は以上でーす。まず、鶏もも肉の下ごしらえからしていきます。まあ、はみ出た余分な皮や、ちょっと黄色くてブニョブニョした余分な油、あと硬そうな筋などを取り除いてください。大体で OK です。取りすぎるとね、鶏肉ちっちゃくなるんで、この表面の硬そうな筋やこういうちょっとね黄色いブニョブニョっとした油、ある程度で構いませんので取り除いてください。この油がね、臭みの原因になったりしますんで、まあ鶏の匂いが気にならない方は別にほとんど取らなくても大丈夫です。はい、この端っこの方とか結構油あるんでね、気をつけて取ってください。はい、もうこんなもんでいいかな、私鶏好きなんで。はい、そしたらとりあえず縦半分に切って、食べやすい大きさで、そうですね、3ミリから5ミリ幅ぐらいのそぎ切りにしてください。別にコロッと切ってもいいんですけど、コロッと切っちゃうとね、火の通りがちょっとね悪くなるので、できたらそぎ切りがいいですね。はい、こんな感じで3から5ミリぐらいの食べやすい大きさにそぎ切りにしてください。とりあえずね、鶏もも肉をすべて切ったら、あればねポリ袋に入れてください。その方が作業しやすいです。はい、ということで鶏もも肉食べやすい大きさでそぎ切りにしちゃいましょう。はい、お次はナス。これはね、まあヘタを取り除いていただいて、食べやすい大きさに切り分けるだけで OK。とりあえず縦半分に切って、シャシャシャーっとね、これも斜めに3ミリ幅ぐらいで OK です。こんな感じで全て切って、鶏もも肉を入れといたポリ袋の中に入れちゃいましょう。もう皮むいてもむかなくてもどっちでもいい。やっぱナス皮ごと食べる方が栄養もあるんでね。もう適当に切って袋に入れちゃってください。はい、ということでね、鶏もも肉とナスをポリ袋に入れたら、しっかり混ぜ合わせといたこのレモン塩だれをすべて入れます。そして袋の口をね、軽く閉じて、全体的に混ぜ混ぜして絡めてください。はい、こんな感じ。こうしっかりナスにね、タレを絡めとかないと真っ黒になっちゃうんで気をつけてくださいね。はい、こんな感じでしっかり全体的にタレを揉み込んでなじませまーす。ぐにょぐにょぐにょっと。はい、この状態でできるだけ袋の空気を抜いてください。そしてね、こうタレを全体に広げる感じ。よいしょっと。はい、こんな感じにしたら、口を閉じて、このまんま冷蔵庫で30分以上置いてしっかりと味をなじましてください。ここまでね、早いうちにやって冷蔵庫に入れといたら、あとは炒めるだけなんで、めちゃくちゃ楽ちんよ。あいよー！しっかり30分以上漬け込んでなじませたら、炒めていきましょう。はい、フライパン、中火でしっかり温めてください。そしたら、この鶏とナスを入れます。今回ね、ごま油も一緒になじましといたんで、油しかなくて OK。 そしてできるだけ全体的に広げてください。このまんま
動かさずに、だいたい2分から3分焼くと、軽くね、香ばしい焼き色がナスや鶏肉についてくるので、まずは広げた状態で香ばしい焼き色をつけてください。はい、だいたいね、2、3分動かさずに焼いたら、ささーっと混ぜ合わせてください。はい、こんな感じ。そしたら再び全体的に広げて2分から3分焼いちゃいます。この混ぜ合わせて焼き色をつけて混ぜてまた広げる。これを繰り返しつつ全体的に7、8分。それでね、香ばしい焼き色もつけつつ火が通りますんで、とりあえず鶏肉に火が入ったらもうナスは大丈夫。しっかり火は通ってます。はい、再び混ぜ合わせる。これの繰り返しで鶏肉に火を通してください。はい、こんなもんですね。だいたい7、8分広げて焼くを繰り返して、これぐらいの状態に香ばしい焼き色がつきつつ全体に火が通ったら OK。 あゆー、完成しました。まああとはお好みでネギでも散らしておきますか。はい、完成。ほんとね、鶏もも肉もしっとり柔らかくジューシーで、広げて焼きながら香ばしさも加えてあるので、ガチで食欲が刺激される鶏肉とナスの塩レモン炒め。ほんと爽やかなレモンの風味が暑い夏の日におすすめなんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは今日もポーいただきます。うまっ。いや、これはマジで暑い日に最高。レモンの爽やかな風味と酸味に鶏の美味しさが広がり、もういい感じの塩梅でむちゃくちゃ美味しい。ナスもね、とろっと柔らかくなって、鶏もも肉は超ジューシーで食べ応えあるし、これガチでね、ご飯もお酒も進むやつ。うん、うまい。ほんと今回のこの塩レモンダレ覚えてください。結構万能でね、いろんな食材に対応できます。そして今回はやっぱり夏に美味しい野菜なのでナスを使いましたけど、もう全然いろんな野菜に代用できますし、季節の美味しい野菜使っちゃってください。ポリ袋に入れてしっかり空気を抜いてね、最低でも30分はなじませてください。できたらね、しっかりなじませる方が全体的に味が広がって美味しいです。なんでね、まあ晩ご飯より前の時間にしっかり漬け込むとこまで準備しとけば、あとはシャシャーっとね、広げながら混ぜながら香ばしい焼き色をつけつつ火を通すだけなんで、マジ楽ちん。しかもこれめっちゃうまい。完全に酒飲めるやつやわ。はい、ということで今日も行っちゃおう。乾杯。あ、うまい。いや、このね、レモン果汁、体にいい効果いっぱいありますし、夏はね、ナスみたいな水分の多い野菜を食べると、他のカリウムなどの栄養価も相まって、夏バテ予防や熱中症予防におすすめなんでね、マジでおすすめ。やっぱ今回ね、黒胡椒をたっぷり効かしといたんで風味と刺激抜群。あー、やばい、箸止まらんし酒も進む。しかもこれね、こうフライパンで広げて焼いてるとき爽やかなレモンの風味が漂いね、マジやばいから、作ってる最中からお腹減ってくる。うん、おいしい。あかん、止まらんわ。いや、ほんとね、マジでね、このナスに鶏の美味しさがグッと吸収されて、超柔らかいしジューシーな鶏肉と一緒に食べるとね、もう口の中で美味しさが暴れ倒しててびっくりする。いや、これやったらなんぼでも食べれるし、鶏肉はね、意外とコスパもいいですし、ボリューム感も出るんで、ぜひ一回作ってみてください。うますぎ。